おってさたするのコーナー。このコーナーは皆様からいただいたコメントにお返事をしたり、感想を言ったり、なんかわちゃわちゃ言ったりということをするコーナーでございます。皆様方いつもたくさんのコメントありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ということでね、前に秀吉の朝鮮出兵のね、理由っていうね、動画を作った時のコメントなんですけど、これ結構ね、スペイン絡み、スペインを、なんていうかこう、警戒してのことなんじゃないのかっていうのをね、コメントでたくさんいただいていて、これがね、やっぱここ10年、15年ぐらいで出てきた新説なんですけれども、いわゆるスペインがね、侵略しようとしていたっていう、日本とかアジアを侵略しようとしていたっていうのを、宣教師とかその辺のね、南蛮の貿易してる人たちから聞いて、で、それで、そりゃ、まずいということで、いろいろ理由はね、そのスペイン絡みの理由もまたいろいろ説があるんだけど、最近よく言われるのが、スペインが明を狙っていると。中国を手に入れようと狙っていると。そうすると、この朝鮮半島を手に入れとかないと、スペインと直接対決、もうすぐにスペインが攻め込んでしまうことになるんで、干渉事態として、朝鮮半島を攻めたんじゃないか、みたいな説があったりして、割と最近それよく言われるんですけど、他にもね、いろいろコメントで、こういう理由、スペインのこういう絡みの理由なんじゃないかっていうのをたくさんね、コメントいただき、ありがとうございます。割とね、最新説なので、入れなかったんですけれども、確かにスペインが、侵略してくるのに対抗するためだったっていう説は結構あります。コメントでもね、書いてくれてたんですけど、スペイン人が日本人のそういう貿易ね、南蛮貿易してる商人たちを言ったら、奴隷に、捕まえて奴隷にしてたんで、それに報復するためにとかっていうのもあったりもして、だからその辺のスペインとその当時の関係っていうのが、今割と新しく手紙が発見されたりなんかもして、どんどん研究が進んでいる分野なので、今後ね、ひょっとしたら皆様のコメントみたいに、秀吉の朝鮮出兵っていうのはスペインが原因だったっていうことになってくるかもしれないですね。はい。たくさんのコメントありがとうございます。ちょっと忘れておりまして申し訳ありませんでした。そう、あったなぁと思ってね。すいません。で、あと、これ JH さんっていうのかな、朝鮮出兵の時に、肥前名古屋城で家康と石川数正はあったんでしょうか。出奔した後、家康が秀吉に心中して、一度ぐらい会話するタイミングあったんですかねというね。確かに今回のどうする家康の石川数正と、この家康さんね、なんかこう別れ別れになった後に、誤解を解きたいみたいな感じで出会っていたらいいなっていうふうにね、思わなくもないんだけれども、今のところそのあったっていう記録はないし、あとね、どうする家康の石川数正、孤独の石川数正だと、合わなかったような気がするな。殿がね、見えたとしても、殿にね、合わせる顔がないって言ってね、でも殿はきっと分かってくださるはずだ。言わずとも分かってくださるはずだって言って、あえて最後まで合わなかったんじゃないのかなっていうね、気もします。名古屋城の時に実際ね、名古屋城に、で、ちょうど朝鮮出兵したくらいの時に、石川数正が京都で亡くなってるんですけど、実はね、石川数正が亡くなった年っていうのがはっきり分かってないんですよ。なので、名古屋城に行って、元気でね、戦って、家康さんと会う機会があったのか、それとも京都の方でね、死んでしまって、それで行けなかったのかとかっていうのもちょっと分からない。何の記録もないので分からないんですけれども、多分、もし同じ場所にね、秀吉さんに心中した後ね、家康さんと会うような、そういう同じ場所にいる機会があったとしても、避けたんじゃないかなっていう気が、しなくもないですね。で、あとね、かおりんさんですね。コメントありがとうございます。日本と民国と比べて、武力から言って民国の方が上ではなかったんですか？もし国力が上だったら攻めても負けるんでないかとは考えなかったんでしょうか？チャンネル登録はしてました。グッドボタン今押しました。なので質問してみました。という、ありがとうございます。ありがとうございます。もうこの方メンバーの方なんですけど、本当にもうなんていうのか、もう鏡のような、ちゃんとグッドボタンを押してから質問する、チャンネル登録もしてますよ、というね、ありがとうございます、かおりんさん。本当に。もう、本当にもう視聴者さんの鏡のような方です。嬉しいです。ありがたいです。で、まあ質問の方なんですけど、このね、何をもって国力と考えるのかっていうのはちょっと難しいところで、こう、人間の多さとかやったら確かに民国の方が多いんですけれども、うん、ただね、一人一人の戦闘力の高さで言うなら、実は当時日本はね、世界ダントツ、おそらく世界でも1、2を争うレベルだったんですよ。で、明がかなり衰退していたっていうね、国力が落ちてたっていうのも事実なので、まあ、なのでね、今みたいにね、統計で GDP とかが分かってるわけじゃないので、まあそういうちょっと明が衰えてるぞとかいう噂はあったので、まあ推測でね、秀吉さんがいけるって思ったっていう可能性はあるかなと思いますね。実際の国力で言うと、明が圧倒的に上だったとは思うけれども、ただ、衰えてきてる頃なのでね、どこまでその、なんていうのかな、持ちこ答えられたかとか、あと一人一人の戦闘力とかそういうのを考えると、日本の方が高かったかもしれない人とか、まあ、秀吉さんだったらね、そういうのも考えただろうから、まあまあ、いけるんじゃねって思う気持ちもわからなくはないかなっていう感じですね。ということで、かおりんさん、いかがでしょうか。ありがとうございます。で、あとね、これはね、ちょっと面白いコメントで、須藤リリカが好きさんなんですけど、いわゆるその民国を攻めたね、秀吉が民国出兵しようと、戦おうとした理由っていうのを書いてくださってるんですけど、秀吉がね、秀吉のセリフで言って書いてくださってるんです。何？民国では皇帝は政治をせずに毎日美女たちと戯れているのかっていうので、秀吉が、まあ、美女と子作りに強い関心があるもんだから、自分が皇帝にならなければならないと気づいて、計算機のような頭脳が皇帝の道を開いたのだって書いてあって、ちょっと面白かったので、取り上げさせていただきました。須藤鈴香さん、ありがとうございました。そうよね。そういう可能性もあるかもよね。なので、さっきのね、かおりんさんみたいに民国との国力がとかっていうんで、そろばん弾いたんじゃなくて、おお、隣の国では、皇帝というものが政治もせずに毎日美女たちと遊んどるのかーって言って、よーし、俺皇帝になるぜーってなったのかもしれないよね。わからないからね。なので、こういう面白いコメントも、大募集しておりますので、大好物でございますので、ぜひぜひよろしくお願いします。むしろ速記って感じやね。そう、大好き。楽しいコメントお待ちしております。ということでね、須藤リリカさんが好きさん、ありがとうございました。なんか、桐生さんの妄想圏がだんだんじわじわ広がってるような気がしてほら、妄想ので、最近が伝播するから気をつけないとね。妄想教教祖と呼んでください。こんなね、平和な妄想してられるうちがね、花ですからね。本当になんか戦国時代になったら、とてもじゃないけどね、こんなのんきなこと言ってられないですからね。まあ、あくまでも平和だからできる妄想でございます。次がね、高田拓也さんかな。これは江戸の都市計画の、話ね、地名とかの時の、動画のコメントなんですけども、金寺院崇伝とか天海僧正が江戸の宗教都市化があったと聞いたことがありますが、実際の都市機能を有効に利用するのと、軋轢はなかったのでしょうかっていうことで、まあ、つまり、まあ、江戸のね、その土地をこういうふうにね、広げるために、こういうカタツムリ型みたいにね、同心円に作ったんだとか、あと、まあ確かに、崇伝とか天海っていうのが、この江戸をね、呪術的に守るために、いろんなそのね、装置をね、置いたんだっていうふうなことは言われていて、まあ実際例のほら、上野の寛永寺ね、あれ、西の比叡山に、対抗するために、江戸の鬼門を守るために、東叡山っていうね。比叡山が京都の鬼門封じだったら、いわゆる東叡山、ね。寛永寺は江戸の鬼門封じなんだ。みたいな感じのね、京都なんかと似たような、そういう呪術的な要素っていうのを、やってるのは事実なんですけど、基本的にはね、まあ、中世以降、都市計画、都市開発っていうのは、まず呪術のそういうので強化するのがありなんですよ。もう平安京にしたって何にしたって。なので、そっちありので、で、それで、残ったところでいろいろやるっていうのだから、いわゆる都市機能をまず考えてとかっていうよりは、もどっちの方が上かって言ったらその自術機能の方が上だから、まあそっちがやった上で、まあ後で考えようみたいな感じなんですが、まあさすがに川をね、神田上水引くとか、玉川上水引くとかね、そういう水道を引いてくるとかっていう時は、そこをのけてとかできないから、まあまあまっすぐには引いてるので、平安時代とかそういうね、室町時代なんかに比べたら、京都に比べたら、若干その実利を重視したっていう点はかなりね、上なんだけれども、ただ目黒不動尊って知ってます？東京にある。結構ね、有名な、目黒っていう駅前になってるの、地名になってるのは、目黒のさんまの目黒っていうのは、その目黒不動尊っていうのがあるから目黒っていうふうに言うんだけど、目白っていうのがあるのは、空さん知ってるよね。ね、目白っていうのは、これも目白不動尊っていうのがあったからで、で、他にも、目赤不動尊っていうのもあったんですね。で、これ、なんで、目黒、目白、目赤。あと、目黄不動尊と目青不動尊っていうのもあって、だから、黒、白、赤、黄、青って5色の不動尊があったんですけど、これなんかは、江戸の五色不動尊って呼ばれて、いわゆるこう、呪術的にね、江戸のいわゆる五行で守るために置かれたんじゃないかとかって言われたりもしてるんですけれども、まあ、ただね、江戸時代にあったのは3つなのでね、どこまでそれが、呪術的になんか完成度が高いものだったのかっていうのは、ちょっとまあ、江戸の場合は謎なんですけどね。そんな感じでまあ、そういうね、五行にこう対応するような不動尊を置いたりとかなんたり。で、しかも置いてる場所が、実は黒っていうのは北のはずなのに、なぜだか、西南の方に、江戸の西南とかにあるから、いわゆる江戸の五行っていうのは、天海とか崇伝なんかが、こう、ちょっとこう、回転させてね、さっきの同心円と一緒で回転させて、ちょっと移動させてるんじゃないかとかっていうふうにいろいろ言われてはいるんですけれども、ただね、まだはっきりと、なんていうか解明されてる部分ではないので、どうして五色不動尊3つしかなかったんだろうとか、場所がどうして移動してるんだろうとかいうのは、まあまあ、いろんな説はあるんですよね。崇伝って何人？日本人ですけど。なんか、北欧みたいな名前やん。ああ、カタカナで書くとね、崇伝。なんかちょっとそんな感じだね。漢字で書くと、ちゃんとなんていうか、たたるみたいなのに、伝えるって書いて崇伝っていう感じなので、まあまあ、お坊さんの名前でございます。はい。まあ、江戸の家康さんの、こう、バックで、そういう呪術的な方面を、いろいろ担当したって言われてる天海と並ぶ二大僧正ですね。まあ、結構有名な人なんだけどね。ラットちゃん知ってた？うん、知らない。はい。でも何か伝える人なんかな、みたいな感じで今回は聞いてました。何かそういうことができるすごい人なんやろな、ぐらい。まあまあ、そんなもんで世間の認知だね。でも、そういう人だったでしょ？結構ほら、家康さんが死んだらそうだ、東照大権現って言って、いわゆる大権現、権現って呼ばれてるじゃないですか。だから、権現っていう風な信号をつけるっていうのに、まあ、いろいろ尽力した人たちではあるんですよね。まあ、なので、まあ、言ったらそういう、江戸の、特に家康さんのそういう呪術的な部分、まあ、占いだったりとか、まあ、そういう都市のね、そういう守りだったり、呪術的な守りだったりの部分を、まあ、担った人たち。そっちの方のアドバイザー、みたいな感じですね。じゃあ、江戸が200年持ったのは、その人らのおかげなんや。っていう風な説もある。おー、すごい。いわゆる呪術的に守られてたんだ、みたいな説もあったりする。ただ、どう守られてたのがね、いわゆる京都でいうところの中国からやってきた、五行説とかそういうのと対応してないんでね。なんか、どうも独自、オリジナリティ溢れすぎてて、解明が難しいみたいなね。私も一度ね、調べたことあるんだけど、ちょっと難しすぎて、どういう発想なのかな、みたいな感じでね。だから、いろんな説があって、まだこうだっていうのは、はっきりはしてない。じゃあ、桐生さん。こうなんじゃないかな、みたいな。もうオリジナルでもうこれですっていうふうに書き記したら100年後にはそれになります。そうね。800年後ぐらいになったらひょっとしたらね。こういうのが新たなのではっていうふうになる。もうそれ今から書き記してしまえ。そんな歴史を捏造するようなことはできません。でも歴史好きの両親として。そういうふうにいろいろといろんな人たちの解釈が入ってこうちゃうねんそういうのを変なものをさ、なんかこう残したのを今信じてこうなんだそうなんだと思って誤解してやっぱり違ったとかいうのが山ほどあるから、そういうのをなるべくやらないでほしいわけよ。当時こういうふうになんか一般的には言われていたぐらいのところで止めといてくれないと、こうだとかって言われたらそうなんだって、もうそれこそさ500年ぐらいだったらもうそうだとしか思えないみたいになっちゃうからさ。でもなんか本当かって、なんかそういうのがいろいろありすぎると、そういうふうな疑問もなんかこうだって一種の言えなくなっちゃうから、あんまりなんかとんでも説はね、たくさん残さないでほしいなとは思ったんですね。なので自分がそういうのは残したりはしたくないっていうのはあるんですけどね。まあ、こんだけ妄想を振りまきながらね、どの口が言うんじゃみたいな感じですけど。なので妄想だからね、これはって言ってるじゃないですか、いつも。はい、事実ではないんですよっていうで、あとね、沢さんね、コメントありがとうございます。コメントでね、父親が秀吉であれ他の誰かであれしっかり解任して、しかも男子を産む茶々はすごいと前々から思っていましたが、今作の茶々なら仮にお腹に宿った命が女の子だったとしても根性で男の子に変化させて産み落としかねない迫力がありますねっていうね。ナイス、確かにと思って。うん。実際、陰陽師たちの、なんていうの、手法ね、図法っていうので、腹の中の女の子を男に変えるっていうのがあるんですよ。そういう呪術が。なので、ちゃもひょっとしたらそういうのやってたかもしれないよね。で、それが念じて、男じゃ男じゃって念じて、女の子が男に変わったかもしれないよね。なので、はい、沢さんのおっしゃる通りだと思います。確かに、ね、ありがとうございます。昔はそんなエコーとかないからね。そう、わかんないからね。生まれるまでわかんないからね。そうやってこう呪術でやって変わったかもしれないよね。はい、という面白いコメントありがとうございます。こういうのが楽しいですね。で、あとね、さきさんですかね。やっぱ秀吉のね、子供の時の話で、秀頼は、実は秀吉の子ではないという説は濃厚なのですか？気になります。というね。まあ、この方は、秀吉の子だと思ってたんだけど、違ったの？ってちょっとびっくりしてるみたいなね。そんな説あるんだっていうね、方のご意見なんです。コメントなんですけど、濃厚です。というか、ほぼほぼ、医学的見地から見ると、秀吉の子である可能性はもう限りなくゼロに近いそうです。だから、これだけの側実がいて、これだけまあね、ことをね、一切しないわけじゃなくてね、上杉謙信みたいにね、一生不凡とか出てるわけじゃなくて、やりまくってるのに子供が生まれない。で、そして、側室さんたちは、以前、秀吉以外の男性と結婚してた頃には子供を産んでるということからすると、まあ、秀吉にそういう能力がなかったのだというのを、まあ、医学的見地からするともうほぼほぼ 99.99% ぐらいそうだろうっていうふうには言われてるんですよね。で、しかも、近江時代に最初の子供がいるじゃないかっていうふうにね、まあ、反論してるんですよ。この秀吉の子だって主張してる人はね。でも、近江時代の子供っていうのも本当に秀吉の子かどうかわかんないわけでね。これがもし浮気の子だったとしたら、ねえ、秀吉の子一人もいないってことになるんでね。まあ、茶々さんが、まあね、秀吉の子じゃないという可能性は余計に高まるよね、っていうような、まあまあ、話なんですよね。だからまあ、わかんないけど、現在の医学的な、お医者さんとかの見地から言うと、まあ、秀吉の子じゃないでしょうね、ってことではあるらしいんですよね。まあ、ただ、歴史学者たちは医者ではないので、いやいや、いろんなそうじゃない可能性はあるはずだと、まあ、いろいろ反論したりする人もいるというような状況でございます。はい。ということで、さきさん、医学的見地からはかなり濃厚だということをお伝えしておきたいと思います。なんかさ、最近さ、DNA 検査が、一般人でもできるようになってるやん。なので、依頼が、検査してくださいっていう依頼が個人から来て、そのうちの20何%か 30% ぐらいが、親子関係がないって出るらしいので、いわゆる托卵って言われるやつ。お母さんが別の男性の子供を、ご主人の子供やって言って育ててるっていうケースがむちゃくちゃ多いっていうのを、ついちょっと前ニュースで見ました。まあ今も昔もね、てか今はまあそうやってさDNA で確定できるからいいけど、うん、ちょっと前だとね、もう本当にまだ昭和ぐらいまでだとさ、男の人は女の人があなたの子供よって言ったらもう信じるしかないっていうねなんかこうそういうその心に覚えがね、体に覚えがあったら 100% 違うとは言えないのが悲しい男性だったわけですからね。男性諸子だったわけですからね。まあ、秀吉さんも、茶々があなたの子よって言ったら、そうじゃないとは言えなかっただろうでしょうしね。まあ、しょうがないですよね。まあ、そういうもんですよね。まあ、あとね、その DNA 鑑定をしてもらいたいっていう人の中には、そういう、どっちかしらって不安に思ってる人たちが、DNA 鑑定をする可能性が高いっていうのもね。まあ、それもあるかもね。うん。まあ、ただね、秀吉って割と小柄なんですよ。で、茶々も、まあ、そんなに、信長さんは若干高いけど、信長さんの家系からとして、まあ、その、なんていうか、その、むちゃむちゃ男ってわけではない。ちょっと背が高いぐらいなんですけど、秀頼がね、むっちゃ背高いんですよ。今分かってる限りでは190ぐらいあったんじゃないかって言われてて、だとすると、ますます、誰の子って感じにはなるよね。まあ、ただね、秀吉さんなんかが、その、いわゆるその、祈祷のね、男の子が生まれるっていうようにね、こう、子供が生まれる祈祷の時に、昔ほら、よく子供が生まれないんで、こう、お寺に参詣に行ったら子供が授かったっていうようなね、こういうのあったりするじゃないですか。あれって実はそのお寺で、まあ、そういうことをいたして、生まれたんだっていうのもあるぐらいなので、こう、茶々さんが、こう、祈願して、子供が生まれますようにって祈願して、まあ、お寺でそういうことがあったんじゃないかっていうふうなのも言われていたり、まあ、あるいはそれを、まあ、秀吉さんがむしろ、奨励して、男の子が欲しいから、茶々のね、信長さんの血筋の子だったら、俺の子でいいからっていうんで、まあ、わざとそういうふうな参詣に行かせて、で、身ごもらせたんだっていうような説もあるぐらいなんでね。まあだから、わかんないです。かなり秀吉さんの子じゃない可能性が高いけど、秀吉さんが自分の子だっていうね、秀頼をもう自分の子だっていうふうに思っていたのはもう最後の遺言とかでも確かだから、もう認めてたのはもう 100% 間違いないんで。なので、まあ、秀吉さんが自分の子だって認めてるんだから、誰の子でもいいじゃないっていう、ことで良いのではないでしょうか。関係なしで。そうそうそう。じゃあ秀頼。父親が俺の子だって。秀吉のお父さんはお坊さんということでよろしいでしょうか。いやいや、だから秀吉さんなんですよ。秀吉さんの子なんですよ。もうそんななんかDNA がとか関係ないの。秀吉さんの子なの。秀吉さんは自分の子だと思ったんだから、秀吉さんの子でいいんじゃないっていうことでいかがでしょうか。はい。で、あとね、ディズニンニンさんかな。これは秀吉さんがさ、茶々の膝枕で氷が、大きい氷を置いてこう、夏涼んでるみたいなね、そういうところの、コメントなんですけど、当時、あんなに立派な氷柱があったんですかね。今でも寒い地域では冬にできた氷を掘った穴に埋めて、夏に掘り出して使うところがあるそうですが、溶かさず運ぶことを考えると、実際はどうだったんですかね。っていうのと、もう一つ、唐の国や明の国の地図がすごい正確だったのですが、あれは視聴者に分かりやすくってことですか。あれほどしっかりした地図が当時あったのか聞きたいです。という、まあ、二つね、ご質問いただいてます。ディスニーニーさん、ありがとうございます。まずね、氷なんですけど、平安時代からね、氷室っていうのはありまして、で、戦国時代にも当然あったので、氷は夏でもある。まあ、金持ちだけに限るけどね、貴族なんかは氷食べてたので、夏に氷はあるんですね。で、運ぶ時に溶けるんじゃないかって言うんだけど、あれ九州の、名古屋城での描写だったじゃないですか。実はね、九州にも氷室はあったんですよ。なので、その九州の氷室から運ばせたのなら十分ね、氷柱があったというのは、おかしくはないんですね。史実的に別におかしくはないんですね。で、おまけに、まあ、以前もちょっと出てきたんですけど、秀吉さんっていう人が、かき氷に砂糖と抹茶をかけて、宇治のね、宇治氷っていうのを作ったっていうふうに言われてて、で、それで、その宇治氷、秀吉さんが作った宇治氷に、さらに甘いものが好きだった家康さんが、あんこを入れて作ったのが宇治金時だって伝承があるくらい、まあ、二人の時代に氷食べられてたのは、その、伝承なんだけどね、あくまで伝承ではあるけれども、それ伝えられているので、氷あったっていうのは事実だし、まあ、で、九州にも氷室はあったので、まあ、おそらく氷柱っていうのがおかしなことではないのかなと、特に別に、溶けたらおかしいっていうふうなことは全然なくて、まあまあ、あれくらいのものがあってもおかしくはないかなっていうふうには思います。かなり大きい氷を藁とかで包んで運んでくるんでね。まあ、大きな氷ほど溶けにくいんでね。なので、まあまあ、大きい氷運んできて切り出してるって考えると、まあ、ありかなとは思いました。あと地図なんですけど、当時のポルトガルとかスペインで、まあそこそこ正確な世界地図っていうのがあったんで、なので、まあ南蛮のね、貿易中に、まあ手に入れたのか、あるいは献上品か何かで持ってたって可能性はあると思います。なので、現在の視聴者に分かりやすいように変えたってわけじゃなくて、あれくらいの精度の地図は、当時もあったということでね、ディズニーさん、いかがでしょう？このドラマはね、視聴者さんに分かりやすくはしてくれないので、多分そうだと思います。そうね。まあ、美術さんのね、維持でもね、そんななんか、こびたことはしないぜってね、やるでしょうから、史実の通り書くぜ、みたいな感じで。まあまあね。まあでも、秀吉さんの陣羽織をちょっとね、派手に現代風にしたから、あれも若干は現代風にはしてるとは思うけどね。はい。で、あとね、清美さん。これメンバーの方なんで、実は一般に流したんじゃなくて、メンバーでね、10月生まれの方へのお誕生日コメントっていうのをやった時に、実は私が10月生まれっていいな、10月に生まれたかったな、みたいなことをね、言ったことに対するコメントなんですけど、桐生さんは10月生まれを羨ましく思ってくださってるようですが、産むお母さんは暑い夏を大きなお腹で過ごし、産後は寒くなっていくので結構大変ですよ。びっくりマーク。10月生まれの方、個性的なような気がします。天秤座の夫と娘を持つ私は結構大変です。というね、コメントをいただきまして、清美さん、ありがとうございます。いやー、私ちょっと全然産む側の苦労の方は考えもしなかったので、これは本当すいませんでした。もう、お母さん、そうね、夏あんな大きなお腹してね、産むんだから、そりゃ確かに大変だよね。ということで、10月に生まれたかったと言ったんですけど、まあ今でもその気持ちは変わらないんですけど、10月生まれの皆さん、お母さんに感謝しましょうね。暑い中、あんな大きなお腹で頑張って耐えて、で、それでね、もう寒くなるのに産んでくれたんだ。ありがとう、お母さん。なので、10月生まれの方は、今日これを聞いたらお母さんにありがとうってね、言ってくださいっていう。はい。で、それで10月生まれいいななんていうのを軽々しく言って申し訳ありませんでした。お母さんが大変だったんですね。はい。ちょっと思い至らず申し訳ございませんでした。で、あと次がね、これは堀ゆきさん、ゆうきさんっていうのかな。コメントありがとうございます。戦国時代の女性は髪の毛を後ろで結んで垂らしていますよね。女性が日本髪というか上に高く結い上げるようになったのはいつ頃からですか？何かきっかけみたいなことがあるんでしょうか？これはアチャのつぼねがね、ちょっと女の人にしてはなんかね、こう後ろの方で結んでるんですけど、なぜですかみたいな質問もあったので、お話しすると、基本的に女の人は水髪、垂れ髪、おすべらかし。特に正式な場所では髪を下ろした、いわゆるまあおすべらかし、垂れた髪っていうね。それが、まあ結んで一本にするにしても、上には上げない、アップにはしないっていうのが正式な髪型なんです。これは江戸時代も変わります。で、何がこの髪のアップにね、流行り始めたのかっていうのが、実はね、女歌舞伎って言って、女の人たちが男性を真似た格好で歌舞伎するっていうね、お芝居するっていう女歌舞伎っていうのがあって、男性真似るから男性の曲げみたいな、アチャのつぼねみたいにね、ああいうちょっと高い曲げをやり始めたんですよね。で、それがこう、遊女とかにも広がって、で、だったらもっとこう、ぐるぐる巻きにしないみたいな感じで、こう、いろんなアレンジ加えられていくうちに、このアップの髪っていうのが、まあ、広まっていくっていうきっかけになったので、もともとのきっかけっていうのはこの女歌舞伎だったり、まあ遊女だったりっていうのの、まあ男装から始まってるんですよね。で、それで、江戸時代になったら、まあ、一般のね、庶民たちはそういうね、どんどん発展していったこの髪をアップにするっていうのをし始めるんだけど、でもやっぱり多くの女性たちは身分が高いので、基本は水髪っていう垂れ髪なんですよ。おすべらかしなんですよ。でも、普段からそれやると、まあ、大事な儀式とかの時はしょうがないけどね、普段からそれやると、動きにくいしね。で、それでこう、長い髪だから、まあ、汚れるしね、いろいろまあ、面倒なことがあったので、まあ、普段は、じゃあ、髪上げとかって言ってアップにするようになったんですけど、そのアップの仕方っていうのが多くの場合に肩外しって言って、今でも長い髪の人がくるくるって言ってピッてこう、かんざしみたいなの一本で止めて、アップにしてるけど、そのかんざし抜いたらパラーンって落ちちゃうみたいな、そういう風なアップの仕方するようになったんですよね。で、だからそこから、言ったらこのアップにするっていうのでも、多くの場合はちょっとこうすぐに何かあったらすぐに下ろせるような、アップの仕方っていうのが流行って。で、庶民は別にその身分高くないからね、もうアップしたらそのままでいいやっていうので、こういろんなね、島田だったり丸曲げだったりっていういろんな髪型が、流行して、で、その流行の元になったのは、こう、遊女さんがいろいろね、いろんな髪型やると、一気に江戸に広がるみたいな感じで、大体遊女さんが、吉原の遊女なんか、花魁なんかがファッションリーダーとして、化粧法だったり、髪型だったり、あるいは着物の柄だったりなんかっていうのを、トップでね、流行の最先端で発信してた。今のインスタグラマーなんていうの、すごいフォロワー何万人みたいな、何十万人みたいな、インスタグラマーみたいなのが、当時の遊女だったってことですね。じゃあ、そうか。大奥とか、だから昔によくあった大奥とかで、みんな日本髪みたいなバーって出てくるけど、本当は、ああいう髪型じゃなく歩いてた、こう、さらっとして歩いてたよね。もともとはね、こう、言ったら、その、いわゆる今でも、その、皇室の結婚式時なんかにやる、ちょっと、ここだけ結んで長い髪がずっとされてて、ってみたいな、ああいう髪型が、もう儀式の時なんかは、だからこの、江戸城の多くでは、幕末ぐらいまで、その何かの重要儀式とか、正月とかそういう時には、全員髪型なんですよ。だからアップにはしてなかったですね。あ、イメージが全然変わってくる。ただね、幕末ぐらいになってくると、さすがに大奥でも、こう、上げる方が主流になってきたりなんかもして、で、それで正妻であるね、京から来た人は、ずっと京都の方は、おすべらかしのままだったんで、ちょっと違う、やり方違うとかで揉めたりとかっていうのはあるんですけど、その中期ぐらいでは、すぐに何かの時には下ろせるようにみたいな髪型が主流っちゃ主流だったんですね。へー。なんか江戸時代ってさ、ここがこんなんなって、ここがこんなんなって、後ろがこんなんなってっていう髪の毛が普通っていう、なんか時代劇とかでイメージあるんだけど、あれって一時やったの？いや、あれもね、実は、髪の毛をああいう日本髪に言ったことないでしょ？ない。あれも基本は、まず、言ったら一本だけ結ぶのよ。その結んだのを分けて、ああいう風にしてるから、やっぱもともとその、おすべらかしみたいに一つに結んだのから発展してるなっていうのがわかる言い方なのね。なので、やっぱ元は一つに結んで垂れてたんだな、そこから発展してったんだな、だんだんっていう、発展の仕方してるので。発展のさせ方が。じゃめっちゃ髪の毛長くないといけないよね。そう。かなり長くないとね、できないですね。私、くせっ毛だから、くせっ毛も大変だね。そう、くせっ毛はね、平安時代からさ、清少納言がくせっ毛だったって言われてさ、やっぱりなんかかなり当時は、まっすぐな長い髪がね、美人の条件だからさ、コンプレックスだったみたいですよね。私、逆に剛毛で、ゴム一つで止めたら、パランって取れちゃうぐらいやったんで、大変やな。それはそれで大変やな。重そうやな。長いと。でも、平安時代に生まれたら美女だったかもね。あら。生まれる時代間違えた。今も美女ですよ、今も。やったー。くそ。今が美女とは言ってない。はい。そういう感じでね。次ですね。スラップさんですね。最近のどうするでは、家康が内府と呼ばれています。それ以前は三河守だったと思いますが、内府、内大臣に任官すると、三河守という官職は辞任あるいは返上されるものなのでしょうか。国主、国名何々神と役所の名前に官位っていうのでは、どちらが格上なのでしょうかっていうね、ご質問なんですけど、これ他にもね、2つ3つとね、ご質問、あったんですけれども、結局答え聞いていただいたら全部わかると思うので、一番最初の1つ目の質問だけしか読んでないんですけれども、基本的に、まず、三河の神とか、何々の神っていうのは、地方神。地方の神。で、そして、内大臣、内府ね、内大臣とか、右大臣とか、左大臣とかっていうのは、京式って言って、中央の神。中央の官職だ。うん、なので、まあ、今で言うでもさ、例えば大阪の知事さんがいや俺は国政に参加するんだ、国会議員になるんだって言ったら大阪の知事を辞めて国会議員にならないといけないでしょ。あれっていうのは国政っていうのが中央間で、まあ、地方間と中央間で違うからなんですよね。同じようにその政治を行うんだけれども、中央で行う政治と地方で行う政治っていうのは別のものだから、一旦やめて国政もう一回ね国会議員になるんだったらやり直さなきゃいけないみたいなのと基本は同じで、だから当時、まあ、平安の頃からの律令制っていうので中央間っていうのがあって、でそれはまあ内大臣とか左大臣とか、まあ、権のなんとか中将とかそういうのが全部中央間で、何々の神って国名ね、国主っていうのは地方間なんですよ。だから地方間からその中央の官職になるんだから地方間やめて、基本だって名誉職でね、その家康さんの頃は名前だけとはいえ三河の神の人が中央官になったら中央で働かなきゃいけないっていうその名目だから、その兼任するっていうのはまあ難しいわけですよね。うん、まあ平安時代には実はね、兼任とかいうのもあるにはあったんだけれども、もう、家康の頃になったらもうそれ名目なので、まあ地方官はやめて中央官だけっていう形にするみたいな形で、まあだから、鎌倉殿の13人の時に頼朝さんがさ、いわゆる後白河法皇から、この京式っていうね、京都のそのいわゆる中央官の官職もらったけど、自分はいやいや鎌倉に帰るから、辞めますよとか、あと義経なんかが検非違使っていうね、京式の中央の官職もらったけど、でも、もらったもんだから、やめさせられないから、鎌倉に帰れないとかって言ったのと同じで、基本的には中央官、中央にいないといけないので、まあ、なので、そういう形で中央の官職をもらったら、まあ、地方官の方はやめて、中央官だけにする。まあ、基本、なんとかの神っていうのは、官位相当って言ってね、まあ、いわゆる官位ってあるじゃないですか。1位だったり2位だったり3位だったりという。その官位相当って言って、その仕事っていうの、役職名っていうのはその官位とこういうふうに対応してるんですよね。5位だったらどういうふうな官位もらえるとか、3位だったらどういうふうな官位もらえるとか決まってて、やっぱ中央官の方が上なんですよ。官位が上の人のがなれるものが多いので、まあ、官位が上の人になったんだから、まあ、そんな下のはいらないのよねっていう感じになるっていうのが、まあ、基本なんですね。なので、まあ、名目、戦国時代も末の頃だったら名目っちゃ名目なんだけど、まあ、そうやってこう、官位も上がってってるし、で、それで職の方も、役職の方も上がってってるんだから、下の方のは別にもういらないよね。別に名前だけなんだし、みたいな感じで返納するっていうのはあったみたいですね。だからそれの方が、まあ、基本そういう形っていう感じですね。ということで、スラップさん。3つも質問書いていただきましたけど、まあ、3つともその、これで説明するんじゃないのかなと思うので、いかがでしょうか。ありがとうございました。じゃあ次ね、あずさ、バラクル自治。で、ちょっとすいません。読み方はわかりません。ありがとうございました。もうこれも面白いコメントというかね、ありがとうですね。うん、歴史好きに悪人なし。ありがとうございます。ということでね、歴史好きには悪い人はいないよというコメントをいただきました。あれか、個展に来てくださった、ね、ラトちゃんの娘さんの個展に来てくださった方々がみんないい人やったっていう、あれに対応したコメントかな。そうかもしれませんね。うん。はい。だったら合ってる。はい。うん。それは正しい。正しい。ただ、歴史好きに悪い人はいませんが、うざい人はいる。私も含めて。なのでね、歴史好きの皆さん、そのね、うざくはならないように、自覚はあるんだけどね、なるべく気をつけましょうっていうことでね。はい。自分が歴史好きだと思ってる人は、ひょっとしたらうざくなっちゃうことがあるかもしれないので、気をつけましょうね。これはもう私の自戒も含めてなんですけどね。桐生さんみたいな。悪人はいない。悪人はいない。でも、私の友達にもうざい人は山ほど。語り出したら止まらないみたいな人はいる。いっぱいいる。はい。まあでもそれもね、なんていうか、歴史好きの楽しさであるんでね、こういっぱいね、うざいぐらいに言い合うっていうのも楽しかったりするのでね。まあただ、歴史好きじゃない人の前では気をつけようねってことですね。これをやるとね、うざがられます。はい。桐生さん、歴史好きの人といっぺん対談してみてよ。私らみたいなど素人にね、もうどんなカオスになるのか一回見てみたい。なんか、止める人がいないから、24時間喋ってんだ。多分、視聴者さんとかをほったらかしにして、大井どこへ行くっていうことになると思うので、大体、いつもそうなので、まあなんか、多分、どっか、違う世界に行っちゃうので、動画で撮るのはどうだろうっていう。あとなんか動画で撮るとしたらやっぱちょっとそういうのを考えて、あんまり、ここは言わないでおこうよね、ここまではいかないで思うよねって、セーブしちゃう部分はあるかもしれないね。それでもすごく濃くなる。途中で忘れると思うから、一回やってほしいな。見てみたい。じゃあ、これぞと思う、我こそはと思われる方は、ぜひ、視聴者さんの方で、私は、桐生さんに、負けないぐらい歴史詳しいです。一緒にね、対談したいですという方が、顔出し OK でしたら、ぜひ、本当だ。よろしくお願いします。それめっちゃ面白いかもしれない。あるいは、桐生さんとこの人対談してほしいです、みたいなリクエストでもね、いいけどね。叶うかどうかは別に。そうね、叶うかどうかは分からないけど、こっちから言っても向こうが、いやいや別に、そんな寂聴さんとは対談なんかできませんわ、ほーとか言われるかもしれないけど。YouTuberか。それこそ歴史の先生とかになったら、はーって感じになっちゃうじゃないですか。もう、だって、お節目もっといつもお世話になっておりますってなっちゃう。でも、それでも話は歌そう。聞き役に回るみたいになっちゃう。いやでも逆にね、研究者さんたちの方が、言動には慎重ですよね。やっぱりこの、自分の妄想で言わないから。研究者さんたちというのはやはり、その立証された、かなり確信の持てること以外は言わないし書かないしっていう人たちなので、だから、私みたいに適当なことは言わないので、随分慎重な、ことをおっしゃるので、はっきり、いや、こうなんじゃないかなみたいなことはあんまりおっしゃらないんじゃないかなとは思ったりもしますけどね。むしろ三谷さんとか小沢さんと対談してほしい。ああ、それはしたい。それは、でもなんか最近森山未來さんがすっごい三国志好きだっていうのが分かったので、森山未來さんと三国志の話したいとかって思ったりもするんだけどね。ちょっと、我々頑張って動きましょう。まあね、依頼するのはただやから。そう、ただだから。怖いもの知らずで。絶対実現性。こんなおばちゃんとなんで対談せないかねって話だからね。で、最後なんですが、これは、みほこもりさん。コメントありがとうございます。皆様のお名前、あだ名は、どのような経緯でついたのでしょうか？ラットちゃんは、ネズミがお好きとかっていうことなんで、はい、ラットちゃん、どうしてラットちゃんなんでしょう？話せばめっちゃ長いんですけれども、最初入った会社で、上司の人があだ名をつけるのが好きだったんですよ。で、その時は、もやんっていうのを最後につけるのが好きで、何々もやんって言いたくて、で、私が結構体大きくて、あともう一人仲良しの子がちょっと長い顔をしてたんで、友達は、馬もやん。で、私は、熊もやん。つけられたんですよ。熊だったんだ、最初は。そう。で、馬もやんと熊もやんで新人の時になりそうになったから、めっちゃ嫌で、そのあだ名では返事せえへんって言って、上司に。じゃあ何がいいねんって言われて、その時に好きだったアメリカのロックバンドのラットっていうバンドがあったので、ただ単にじゃあラットちゃんでって言ったのが、こんなに定着してしまいました。なるほど。じゃあ、ネズミは関係ないんですね。全然ネズミは関係ない。しかも、ラットはドブネズミですからね。そうね。で、なおかつ、もともとはクマだったと。本当はクマだったと。クマもやんって言われそうになって、絶対嫌って言って、じゃあ、ラットで。言うから、私と同期か、私より先輩の人は、その前の会社の人たちはみんなラットちゃんって言うので、それでわかります。年齢というか、どれぐらい先輩なのか同期なのかとか。それ以降の人たちは、そうは呼ばないんで。うんあと、会社の人たちしか呼ばないんで、それと今は、貸し増しの人たちしか呼ばないんで。って感じです。おもろい。空さんは？空さんは名字からだよね。私はね、もともと昔はこんなチャットとかデータ量も少ない頃に掲示板っていうのがネット上にあって、うん、そこで名前を書かなあかんかってんけど、そもそもローマ字しか入れられなくって。で、名前の上の KUR にしてたら、うん、なんて読むのって言われて、くですって言ったのが始まりです。なるほど。そう、だからまさにしかも、蔵なのにくですって言っちゃったの。そうそうそう。いや何もかも、ね、それがなんか定着しちゃったと。そう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 、スペックが低いマシンがあるんですキリュウさんは、うん、私はね、もともと光栄でライターをこの始めた時に、光栄の爆笑三国志っていうので、一番最初にライターとして書かせてもらったんですけども、その時に、本業がアルバイト禁止だったので、本名では書けないと。なので、なんか違うペンネームにしてよっていうことになった時に、赤い、紅のね、紅の竜っていうね、竜が好きだったんで、紅竜っていうね、この赤い竜、かっこいいじゃんっていうんで、いわゆるこの南に住んでたのまで、で、それで、五行の南で赤だし、交流で行きますって言ったら、なんか他の人が交流ってあるからダメだよって言われて、じゃあって言うんで、じゃあ、赤くて稀なる竜っていう、気流ね、希望の気のね、稀っていう字で、稀なる竜にしたら、むっちゃかっこいいじゃんっていうことで、高気流っていう、ペンネームにして、で、それで書いてたら、いわゆる公演の人とか、まあ、ライターの仲間が、気流さん、気流さんっていうようになって、まあ、それで、気流っていうふうに、まあ、ひらがなで書いてるようになったわけです。はい。なので、もともとは、赤く稀なる竜っていうね、ほんと中二病みたいなね、そういうのがかっこいいじゃんって若い頃だったんで、あんまりなんか後先考えずにつけちゃったっていうのが、まあまあ今まで来ちゃってるという。まあ、ある意味3人とも後先考えずにつけたものが全て定着してるって感じですね。でも今更もうみんな桐生さんって呼んでるから変えるのも面倒だしなみたいな感じでね。なので今は本名で仕事はしてるのに、ライターの仕事してるのに、なんか呼び名はずっと桐生さんのままみたいな、ね、感じになっちゃってるって感じ、ね。中国語がわかる知り合いが桐生さんのそのペンネーム見て、うん、すごいセンスがいいって言ってた。えそう、だから、その時中国語もやってたんで、本詞論っていう音もいいなと思って。そう。音もいいし、あと字のあれも選び方もいいし、すごいね、この人って言ってて。字も綺麗。なんかね、その前にちょっとね、前言った漫画家の友達に漫画を習ってたことがちょっとだけあって、その時にほら、絵を描いたのに印を押すって、もう本当に下手っぴでも全然なのに、そういう形ばっかりはですから、印を作るっていうんで、その印のこの画角のかっこいいのとかいうので、なんか選んだっていうのもあるんですよね。なんかこうやって、なんかテンションみたいなのにしてかっこいいのっていうので、いろいろやって、ハンコホールのね、人に聞いて、あ、じゃあこれだったらかっこいいんじゃないかって言って、選んだっていうのもありますね。ということで、美穂小森さん。はい。あだ名の由来は、そういうしょうもない話でございましたが。はい。ということで、こんな感じでね、皆様のコメントで成り立っておりますので、これからも、面白コメントも、もちろん、どしどし募集しておりますので、どんどんコメントの方よろしくお願いいたします。じゃあ、これにて、一件落着。